即席のカーボローディングを済ませまして、これから向かう山は北海道百名山ピッシリ山、こちらへ車中泊をして朝から登ろうと思いますよ。それでは、おはようございます。幌加内の朝です。これからピッシリに移動しますよ。寒いね。そうなの？まいったね。当初このズにあるような朱鞠内湖の左側を通っていくルートで登山口を目指してたんですけども、まさかのゲートが閉じてるということで、右回りでちょっとまた行ってみて、ダメだったら山頂山だね。また走りますよ。一時はどうなるかと思いましたよ。あんなゲート閉まってるなんて想定しなかったですからね。それではピッシリ山に向かってアタック。スタート30秒からいきなり途中だね。お、いけるかな。序盤ちょっとした登りがあったぐらいでずっと平坦な道ですね。ここ数日の雨の影響もあってね、足元はぬるぬる。まだまだ楽しめるね。ピークまであと 7.2 キロだそうです。以前この平坦な道続いておりますよ。どうやらここから展望台に向かうルート、高低差200メートルぐらいの急坂が続きそうですね。
ここで稼いでしまおう。ロープバー。おお。ロープバー。よし。あれが最初の目的地、展望台かな。太い笹あるなと思ったら、見たことないぐらい太いタケノコ生えてますよ。あんま通り過ぎると登り辛くなるんで、展望台まであと少し。展望台到着。朱鞠内湖が見えてますよ。ちょっとガスかかってるけどね、行かなきゃ行かなきゃ。看板あるのかい？お、あるね。まず釜ヶ淵岳だけゴール。朱鞠内湖からさらにこれから進んでいく稜線。いやー、この曇りが晴れるといいんだけど。びっしりは雲の中だね。銀杯すげえな、この辺来たね。熊岳久しぶり見たね。多分彼の落とし物でしょ。撮ってんだね。ここは標識ないんだね。第二の目的地、熊岳ゴール。よし、あとはピシリだ。雲が消えてピシリ見えてきたね。いやー、稜線もはっきりしてていいわ。よし、あと少し頑張ろう。よー、目の前に来たよ。よいよー。あんな遠くなっちゃって、ということですっかり傾いちゃってますけども、北海道百名山ピッシリ山ゴー。あっちいな。疲れたね。は
い、今回のピシレ山なんですけども、正直ね、1000メートルちょいの山でしょ。それを10キロ以上かけて歩くんだから余裕でしょうなんて思ってたんですけども、この稜線のね、アップダウンが一つ一つちっちゃいんだけども、ジャブのようにじわじわ効いてくるんですね。で、たまたま風が弱かったんですけども、これ風の強い日、稜線ですから大変だと思いますよ。気をつけてくださいね。それではまた、どっかの山で。よっ。